皆さんこんにちは思い通りに生きられてますか心に移りゆくよしな仕事を底はかとなく語ります渋谷天満のサウンドエッセイです今日はですね水水についてお話ししたいと思いますけど水といっても普段飲む水という意味ではなくて、えー、水が合わないの水 場所によって水違いますよ、ね、つまりまあ中国語で言うと「フォンチン」みたいなあまあ要するに「まあ、風情」と書くんですけれどもまああのいわゆるローカルのご当地の、まあ、現地でのうん天,天候いや環境ですかね現地の環境に、えー 適応すするる必要があとということですねもしその現地に行くならばまあ当たり前のことですけどこの適応力がですねある人とない人は全然違うと思うんですよ。で僕は精神的には適応力はありますただフィジカルの面では生理的にはあんまり適応力はないと思います。 なぜかというと大体、まあ、中国にいた時にですね、えー、中国大きいですから本当に大きいですから、まあ、東西南北全然季節が違うわけですよね変な話、まあ、日本も割とそうなんですけど中国はそれ以上にまあ南の方で海水浴ができる季節に北に行くと雪が降ってると。 まあそういうういいことがもう普通にありじゃないですか。砂漠もあれば湿地帯もあればで一年中夏の食べ物があ食べられる果物とか野菜があるっていうのも南の方から取れてるわけで北の人間は。で北,北は北でまあずっと寒かったりとかでも非常に寒さに強くってですね零下30度のところでも T シャツに 1、えー、一枚ジャンパーを着て OK みたいな <laughs> 本当にそんな人いましたから、まあ、現地の人ですよね <coughs> で僕は大体地方に行って1日目に体をまあ体調を崩すことが多いんですねですからお酒は飲まないようにしてるんですそういうふうに決めたのも多分 中国に行って何年もしてからやっぱり自分の体のこととかそれから、えー、どういう販売というかどういう原因でそういう症状が現れるのかとその犯人を突き止めるのはなかなか難しいですね。まあ手が急に荒れたり肌が急に荒れたり咳が出たり下痢をしたりまあ下痢なんかの場合は食あたりが多いのかもしれないですけど。 まあ単純に中に入ってる調味料とか料理の中の調味料とかに反応してしまうこともあるしそれから水水はあのよく南国に行ってえまあタイでもベトナムでもカンボジアでもインドでも。 暑いですから、うん、冷たいものを飲みたいじゃないですかで氷入れてくださいとでこの氷がですね普通のお店だとやっぱり水道水をそのまま凍らせてる可能性があるんですねですからいくらあの水はやばいと思って、えーまま、現地のスープとか飲まないようにしたりとかしても <laughs> 氷で当たってしまうわけですよ ですから氷いらないとかそれから缶とか瓶の中に入っているものを買って飲むとかそういうことが大事だっていうのはまあ,まあ大体ガイドブックにもいろいろ書いてあるとは思いますけれどもまあそんな風に水っていうのは単純にえっと日本の水は軟水だっていうこともえ外国に行って分かりましたね。例えば中国の水なんんかやっぱり硬いんですよこれは えー、シャワーなんか浴びてても感じましたねまあ北京の場合ですけどなんかヒリヒリするんですよね肌がでその感触がやっぱりうんい感じがするこれは水の質が違うからじゃないかなとも思うんですよねまああとはあのシャワーのうーん道具というかえー シャワーそのもののももも器具にもよるかもしれないですけどね。日本の、えー、器具はやっぱりクオリティ高いものが多いですからうんやっぱりちょっと違う時もありますね。でまああと乾燥するしない食べ物、まあ、空気それからまあ砂漠の近いところだったら砂漠っていうか <laughs> あの。 と、まあ、とかとか、砂、えー、中国の場合は特に黄砂とかもありますからね、えー、内モンゴルなんかでもやっぱり乾燥してましたしねでちなみに内モンゴルで、ね、あのナイチャーって言ってあの、えー、まずチャイみたいな紅茶があるんですけどこれがですね美味しかったですね。やっぱりあれは 乾燥しているところだからすごく美味しいんじゃないかなと思うんですよねあの美味しいので、まあ、粉のものが売っててそれを北京に持って帰って飲んだけどそんなに美味しく感じなかったんですね実はやっぱりこれ現地で飲むとめっっちゃ美味しいいんだなっていうのはすごく感じましたねですからまあ食べ物飲み物っていうのはすごく現地に密接に、まあ、現地の気候とかフードフードですね にととてても合ってると思いる思ますねですから水が合う合わないっていうのは自分の体をよく知る、まあ、バロメーターにもなるし、まあ、普段からそういうことを気をつけないとまああの日本国内だったらそんなないかも分かんないですけど外国の場合はそういうことを気をつけた方がいいかもしれないですね。というわけで。 今日は水合う合わないのお話でした皆さんの夢が全部叶いますように